ボレアロペルタボレアリペルタは、カナダアルバータ州の白秋前期の地層から発見されたノドサウルス科の極流類である。サンカーのノドサウルス類として知られる非常に保存状態の良い標本に基づいて2017年に記載された B マークミッチェライ一種のみを内包する。その標本は、サンカーエナジー社が所有するフォートマクマレー北部のオイルサンド炭鉱から発見されたもので、 2017年現在までに発見されているあらゆる恐竜化石の中で最も保存状態が良いとされる。走行は生体における位置のまま保存されており、それだけでなく皮膚を覆うケラチンまでもが保存されている。色素細胞のメラノソームも確認されている。サンカーのボレアロペルタは体の大きさ3次元的に保存されている点。 軟組織が残っている等の点で特筆すべきである。多くの小型恐竜において、軟組織や皮膚の痕跡が保存されているが、化石化の過程で変平になっている。似たようなハドロサウルス類のミイラは、化石化する前に部分的なミイラ化が行われたために、表面が荒く乾燥した外観をしている。しかし、酸化標本は死亡直後に海底に沈んだため、 身体の上半分が最小限の変形で素早く砂に渦もれたものと見られる。その結果、扁平になったり縮んだりせずに生体に近い姿で保存された標本となった。サンカー標本は幅広い大丈夫と側面を覆っている小さな鎧の板、または皮骨れの多数の密集した列を保存している。肩からはお牛の角のような形をした一体の長いトが、 突き出ていた。皮膚及び鱗の痕跡に存在する色素の研究では、それは、生体では、擬態のためにカウンターシェーディングパターンになっており、赤褐色を呈していた可能性があると、示唆されている。この発見は、ボレアロペルタが、その大きさにもかかわらず、カモフラージュによって捕食者から身を隠していたことを意味し、また背中の装甲は、視覚的なディスプレイよりも、 主に誤神の目的のために存在していたことを示唆する。サンカーのボレアロペルタは、サンカーエナジー社が保有、運営する、アルバータ州、フォートマクマーレー北部のオイルサンド炭鉱である、ミレニアムマインで発見された。その化石は、白亜紀後期アルビアンの間に堆積した、クリアウォーター類層の海性の砂岩や欠岩に保存されていた当時、その地域は、西部内陸海路の一部で、 大西洋からメキシコ湾に伸びる内陸海だった。2011年3月21日午後1時30分ごろ、参加者の従業員が創業する試作機によってクリアウォーター結岩が取り除かれ、マクマーレール層の豊富な歴世炭が採掘された。そしてショーンファンクショーンファンクが化石に気づいた。彼は露出した断片の異常な様相を認め、 彼の上司のマイク・クラートンがロイヤル・ティレル、古生物学博物館に知らせた。サンカーの工業許可証に従って、標本はアルバータ州の所有となった。3月23日、ロイヤル・ティレル博物館の科学者、ドナルド・ヘンダーソン博士とダレン・タンケ主任技師は、鉱山で撮られた写真に基づいて、それまでにオイルサンドから、陸生動物が発見された前例がなかったため、主張流、 または、他の海星爬虫類であると予想を立て標本を調べた。探検によって現地で行われた正しい童定の結果、それが海星爬虫類ではなく極竜類の恐竜であることを知り、ヘンダーソンは驚いた。この動物は明らかに死後、海へと流されていたのだ。3日間の鉱山安全訓練の後、博物館の職員と参加の社員は、 すべての化石を回収する作業を開始した。ファンクの掘削機で分解されたいくつかの部分を除いて、標本の大部分は依然、地上12メートルの崖の上に埋め込まれていた。このプロセスには合計14日間かかった。化石を含んでいる大部分の岩石が持ち上げられる中、それらは自長で数個に分裂した。博物館の職員は、標本を石膏で折って固定させた後、 博物館に運ぶことに成功した。そこで技術者のマーク・ミッチェル・マーク・ミッチェルは付着した岩石を取り除き、ナショナルジオグラフィックによる講演の下、5年かけて化石を研究可能な状態にした。種商明のマーク・ミッチェライは、ミッチェルの卓越した技術を記念して名付けられたものである。それは2017年3月から同博物館で、 他の産業的な活動の中で発見された標本と共に一般公開されている。ありがとうございます。